尾です。この度はご視聴いただきましてありがとうございます。今回はデスクマットに関する話をしていきたいというふうに思います。皆さんの中にもテレワーク環境をもうどんどん整えていって、ある程度環境自体は整ったんだけども、次第にその環境にちょっと飽きてきたっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。私自身飽き性なので環境とかもちょっと変えたいなっていうふうに思うこともあるんですけども、その時にですね、デスクマットを変えることで、デスク上のこの雰囲気を変えたりするってことが結構あるので、その時におすすめのデスクマットっていうところを紹介していきたいというふうに思います。デスクそのものを変えるのは結構ハードルが高かったりするんですけども、デスクマットぐらいならすぐに変えることができますし、マットを変えるだけでですね、デスク全体の雰囲気を大きく変えることができます。でデスクマット自体ですね、天板を保護したり、筆記性、ものを書いたりするときとか、マウスの操作性とかを向上させるとか、機能的なメリットも結構あるんですけども、デスクマットって一口に言ってもですね、サイズとか、素材とかいろいろ様々で、いまいち何を基準に選べばいいのかってところも難しい面もあったりするかなというふうに思います。今回の動画では私自身本当に使ってみて良かったと思えるデスクマットを4つ紹介したいというふうに思います。それぞれですね、質感と筆記性とマウスの操作性とコストパフォーマンス、この観点で5段階評価したのと、どんな人に具体的におすすめなのかっていうところも、おすすめの方をさせていただきたいなというふうに思います。今のデスク環境に飽きた方や、これからデスクマットを選ぼうとされている方の参考になれば幸いです。それではどうぞ。はい、まず1点目にご紹介するのが、このアオティアというところのデスクマットになります。このデスクマットもコスパ最強のデスクマットだというふうに思ってまして、私が最初に投稿したデスクツアー動画の時にも使っているデスクマットになります。で、素材がですね、ポリウレタンレザーと言われるもので、本物のレザーではないんですけども、若干ですね、裏面がこう肝素材になっていて、ある程度のその高級感みたいなのがあって、滑り止めとしても機能しています。でサイズがですね、 40cm×80cm っていうサイズ感でちょうどよくて、フルサイズのキーボードとマウスを置いても十分なスペースっていうところを確保することができます。カラーバリエーションも結構豊富で、デスクの雰囲気に合わせて色を選択できるっていうところもいいところだというふうに思います。質感自体はポリウレタンレザーというところもあって、5段階中2ぐらいかなというふうには思います。で筆記性については全く問題なくて、紙や付箋などを置いていてもとてもスムーズにペンを走らせるということができます。でマウスの操作性についても快適で、編集時はですね、動画編集するときは私このロジクールの MX マスター3っていうものを使っているんですけども、マウスが引っかかることもなくて、スムーズに思い通りの位置にポインターを動かすことができています。で最後のコスパのところなんですけども、これはもうコスパは最強ですね。今回紹介するデスクマットの中でも一番安くて、カラーにもよりますが1000円台で購入することができます。なので、多少汚れようが傷つけようが、コーヒーをこぼそうが何しようがお構いなく使えるっていうところは、精神的にめちゃめちゃ楽でいいかなというふうに思います。これがおすすめな方は、デスクが汚れるような作業をする方であったりとか、最初にデスクマットにそんなに特段こだわりがなくて、とりあえず環境を作っていきたいっていう方にとってはとてもおすすめなマットになっていて、正直こだわりがなかったらこれさえ買っておけば間違いないかなというふうに思います。はい、次にご紹介するのがサテチのエコレザーデスクマットになります。サテチと言われればスタイリッシュなデザインで、アップル製品の周辺機器で有名なサテチが作っているデスクマットになります。このデスクマット実に素晴らしいのが梱包なんですよね。通常デスクマットって結構丸めてですね送られてくることが多くて、使えるようになるまで反対側にこう折り込んだり、戻したり時間がかかったりするんですけども、もともとですね平面の段ボールに丁寧に梱包されていて、伸ばす必要がなくてそのまますぐに使い出せるっていうところが、ありがたいですね。こういった気遣いって素晴らしいかなっていうふうに思います。で次に質感なんですけども、質感はもう5段階中4ぐらいですね。エコレザーなので、本当の本革ではないんですけども、このレザーをですね二重にこう重ねて実はいて、めちゃめちゃ丁寧にこう縫い込まれてるんですよ。ステッチが丁寧になっていて、でこれ両面使えるようになってるんですよね。全く両面同じような素材になっていて両方使えるようになってます。なので、こういったこの
丁寧なステッチだとか材質とかっていうのを見ると、まあ、もうこれも素材はポリウレタンレザーにはなってくるんですけども、まあ、とてもポリウレタンレザーには見えないようなちょっと高級感が感じられます。サイズ感が 60cm×30cm という形で、まあ、非常にコンパクトなんですけども、キーボードとマウスを設置するには十分なスペースです。でカラーはブラウン、ブルー、ブラックの3色展開になってるんですけども、まあ、色展開はそんなに豊富ではないんですけども、まあ、落ち着いたカラーリングなので、どんなデスクにも合わせやすいかなというふうに思います。で筆記性については特に問題なくて、スムーズにペンを走らせて書くことができます。マウスの操作性についてもとてもスムーズです。で先ほど少しコンパクトだという話をさせてもらったんですけれども、電気付きのフルサイズキーボードとマウスとを並べると少し窮屈に感じてしまう部分があるので、その点は注意が必要です。もしもフルサイズの電気のキーボードを使うんであれば、これと同じような素材感の左折のマウスパッドも売られているので、そちらを購入した方がいいのかなというふうに思います。最後にコスパの方なんですけども、コスパは5段階評価中3ぐらいかなというふうに思います。価格がですね、4999円というふうに、まあ、先ほど紹介したアオティアのテーブルマットと比べるとかなり高価に感じられるかなというふうに思います。素材自体もですね、ポリウレタンレザーといった材質を使っているので、まあ、ポリウレタンレザーを使っているようなものと比較すると割と高価な部類かなというふうに思います。まあ、ただこの丁寧な作りになっている点だとかを考えると、まあ、価格相応の品質はしっかり確保されているなというふうには思いました。どんな方におすすめかというと、割とですね、質感と価格のバランスが取れているものを手に入れたいんだっていうふうに思っている方にはとてもおすすめできるマットかなというふうに思います。はい、で3つ目にご紹介するのが、グローブメイドと言われるメーカーのウールフェルトデスクマットになります。こちらですね、デスクツアー動画の方にも、軽くご紹介の方させていただいてます。でそもそもこのグローブメイドって言われるところについてなんですけども、まあ、アメリカ合衆国のオレゴン州にある、まあ、ハンドメイドクラフトなどをですね、得意としているメーカーになってまして、まあ、デスクマット以外にもデスク周りの商品がとても豊富で、まあ、アップル製品に合わせたハンドメイド製品っていうところを多数取り扱っていて、まあ、とにかくおしゃれなんですよね。で、まあ、よくですね、海外の YouTuberの方とかが使っているようなデスクマットっていうのはこのグローブメイドの商品を使っていることが結構多かったりします。でまず質感なんですけども、これはですね、もう5段階中5だと思います。で私がこれ購入したのは天然のウール素材を使っているウールフェルトデスクマットと言われるものなんですけども、サイズはやや横長のミディアムサイズっていうところを選択しました。で、まず何といってもですね、この天然ウールの高級感がですね、本当に素晴らしいというふうに思ってまして、まあ、デスクに置くだけでですね、ワンランク上の上質な質感というところを醸し出すことができます。でここにですね、マットの端にですね、ちょっと革製のタグがついてるんですけれども、このタグっていうところも結構おしゃれかなというふうに思います。で次に筆記性のところになるんですけれども、筆記性については正直あまり良くないです。というのも素材が天然ウールでやや厚みがあって表面が柔らかいんですよね。なので、まあ、付箋だとか薄い紙を置いて書くには結構不向きな部類に入ります。でノートなど厚みがあるものを上に置くのであれば全然問題ないんですけれども、ここの点は結構注意が必要かなというふうに思います。マウスの操作性なんですけども、これは全く問題ないですね。ウール素材なんですけども、まあ、表面が結構ツルツルというかサラサラしていてスムーズに動かすことができますし、ポインターが飛んでしまうような不具合も今まで一度もありませんでしたので、まあ、安心して、マウス操作ができるものになってます。で最後のコスパのところになるんですけれども、5段階中評価は2ですね。残念ながらコスパははっきり言って良くないです。というのも最近円安傾向にあるっていうことと、これですね、国内で買えなくて海外から直接輸入して購入する必要があるんですね。でその送料を含めると、まあ、約1万円から、まあ、約1万円程度かなかかってしまいます。デスクマットにちょっと1万円っていうふうに思われる方も結構いるかなというふうに思ってます。なので、まあ、決してコスパがいいとは言い難いかなというふうに思います。
ただですね、まあ、質感の良さっていうところについては、まあ、間違いありませんので、デスクに高級感をもたらしたいとか、少しこだわりのあるデスク環境を作りたいんだっていう方にとっては、とてもお勧めできるかなというふうに思います。まあ、購入方法については、ブログの方で、書いてますので、概要欄にリンク貼っておきますので、興味がある方はご覧いただければなというふうに思います。はい、最後、4つ目にご紹介するのが、こちらの、ルマット 2.0 というデスクマットになります。こちらですね、クラウドファンディングサイトの幕開けにて1月21日の金曜日より先行予約がスタートする予定になっております。で、今回ですね、幸運にも先行レビューという形でこのレビューの機会をいただくことがありましたので、で実際に使ってみて非常に良かったので、少しご紹介の方をしていきたいというふうに思います。で、まずですね、このデスクマットの質感のところについて評価すると、5段階中5ですね、素晴らしいと思います。というのも、このルマット最大の特徴というところは、この最高級の質感というところで、まあ、イタリア産のこう天然皮革を使った、革素材なんですね。天然の革を使っているところなんですね。で、かつですね、これらを、まあ、職人の手で一つ一つ丁寧に作っているというところで、まあ、クラフトマンシップを感じる一品に仕上がっているというところで、まあ、革特有のですね、いい匂いと、まあ、触った時の感触っていうのがですね、とても心地いいんですよね。で、裏面の質感もですね、まあ、革特有のこの質感になっていて、とても滑りにくくて、それでいてですね、表面はしっとりしていて、滑らかなので、やっぱ本革って本当にいいなっていうふうに思います。で、長く使えますし、まあ、経年変化っていうところも楽しめることができるのも本革のいいところかなというふうに思います。でですね、面白いのがこれですね、ワイヤレス充電器が実は付属しているんですね。こういったものがついています。面白いのが、このワイヤレス充電器自体をこのデスクの左右どちらでもこうピタッと設置することができて、この裏にですね、マグネットがこう仕込まれているんですね。なので、まあ、左右どちらかの位置にこういったワイヤレス充電器をピタッとくっつけることができます。で、このワイヤレス充電器自体ももちろんデスクの、マットの同じ素材感の革で、しっかり包まれていて、質感を損なわないような丁寧な作りになっています。ちなみにですね、このマットと同じカラーリングのですね、コースターもついてくるんですよね。まあ、これも嬉しい点ですよね。本革のコースターもついてきますというところになっています。で、筆記性についてなんですけれども、こちらも問題なく、滑らかに書くことができます。まあ、本革なんですけども、とても滑らかな書き味で違和感がありませんし、まあ、薄い A4 用紙だとか付箋とかであっても破れることなくスムーズに書くことができます。マウスの操作性もとてもスムーズで、まあ、引っかかることもなく、ポインターが飛ぶようなこともなく、デスクマットとしての機能性も十分確保できています。で、最後、コスパの部分なんですけれども、5段階評価でいくと、まあ、2かなというふうに思います。価格はですね、高級な本革だけあって、定価が23,680円と、まあ、今回紹介するデスクマットの中では最も高価なものになります。まあ、ただですね、本革をこれだけふんだんに使っているという点と、まあ、ワイヤレス充電器などが付属しているっていう機能性に優れているのと、まあ、この作りとですね、高級感っていうところを含めると、まあ、べらぼうにこう高すぎるというほどでもなくて、割と適正な価格なんじゃないかなというふうに思います。マットに2万円を超える金額を出すというのはなかなか勇気がいるものかなというふうに思っています。まあ、ただ今回ですね、クラウドファンディングの幕開けの中では、まあ、超早割りの場合なんですけども、まあ、17,760円ということで、まあ、約定価よりも6000円ぐらい安くなる予定になるというふうに聞いてますので、まあ、一生もののデスクマットっていうところを手に入れたいのであれば、この商品狙っていってもいいんじゃないかなというふうに思います。商品の概要欄に、リンクの方を貼っときますので、気になる方は一度チェックしていただければなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はおすすめデスクマット4選として、コスパに優れる1000円台から購入できるものから、まあ、1万円以上する、まあ、高級なものまで、まあ、実際に私が使ってみて良かったと思うデスクマットの方を紹介させていただきました。まあ、今のデスク環境に飽きてしまったり、まあ、気分を変えたり雰囲気を変えたりといったことが、まあ、デスクマットを変えるだけで割と簡単にできますので、まあ、皆さんもぜひ試していただければなというふうに思います。この動画が皆様のデスクマット選びの参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。